メルミのパパとやらもここにいるの？うん。ていうか、確実に奴だね。ピエロ？つっても奴はどこにいるのかな？いや、タコかもしれんぞ。ん？おいおい、早速いたぞ。ていうか、あいつらずっとここにいたわけ？ていうか、やべえ、ここ隠れるとこないじゃん。上よ。上に隠れましょう。上？パパ、どうしてやっぱこいつがなのか。せっかく遊んでやろうと思ったのにさ、じゃああの宙吊りにされてたのはやっぱり趣味だったんですか？ああ、一本ずつ指を折ってやりたかったな。どんな顔するんだろう。想像しただけでゾクゾクするわ。あ、本当に上だわ。ぎっ、ぶっ殺すわよ。抑えて抑えて、どう、せいせいせい。ま、あいつらは、モルミのおもちゃにふさわしくないんだもん。まんまるダディ。パパがもっとふさわしいおもちゃを、メルミじゃなくてモルミのためにやっぱ子供たちを誘拐していたのか。だったら、なんだ？まあ、かわいそうな子たちではなくて親がいようが関係なくか。パパ、メルミをママから助けてくれなかったクソ虫のくせに説教垂れてんじゃねえよ。白抜いてる。やろ。側？バカにしやがったな。側。ああ、まんまるピエロの側をってことか。落ち着きなさいよ。それにあなただって白塗りの化け物とか言ってるじゃない。それよりも今の発言。ふん、もういいよ。他のおもちゃで遊ぶから、パパはまた新しいおもちゃを持ってきてよ。やっぱモルミが本体臭いか？可愛い娘のためなら何だってやるんだもん。閉めた。かかれ！お前ら、なんでここにいるんだもん。確か外に出たはず。え、なんでいきなりワープしたんすか？いい歳したおっさんがもんもん言うのやめなよ。あんたがメルミちゃんとモルミちゃんのパパだったとはな。まあ、大体そうだろうと思ったけどさ。何言ってるんだもん？僕はただの愉快なまんまるピエロだもん。僕たちがゴミ捨て場に住んでること、なんで知ってたのさ。それとおもちゃ箱に落とされた時、僕は一人だった。この子のことをあえて言わなかったのに、この子のこと知っていたよね。それって、最初のトイボックスのスタンプ集めてる時にいたまんまるピエロの誰かだったかと思ったけど、私は。それは、驚いたよ。まさかメルミちゃんが AI で動くゲームのキャラクターだったなんて。だったらモルミちゃんはなんだ？あの子も AI なのか？知ってしまったか。そうだ。メルミもモルミも人工知能のゲームキャラ、モルミもなのか。実際の肉体は存在しない。じゃあ記憶って何なんだ？あんたはそのゲームのキャラクターのために子供たちを誘拐してここに入れていたのか。とても保護のためにやっているとは思えないぜ。だよね。AI になんでそんな媚びへつらっているんだ。でも娘だって、現実のメルミ、ミミルはもう亡くなっているとかなのか。モルミちゃんが何をやっているのか分かってたろ？あんたもひき肉にされかけたしさ。あれは本当になんか気分を害してしまったのか、モルミの。彼女たちのためなら子供たちはどうなってもいいっていうのか。ああ、どうでもいい。メルミとモルミが喜んでくれるのなら、お前たち人形がどうなろうと知ったことじゃない。人形？人形だって。クソ、何がお友達だよ。僕たち最初から人間の扱いなんてされてなかったんだ。故にドールハウスか。人工知能による生きた人間を使った盛大なお人形遊びだったんだ。クソ、お前なんかひき肉になっちまえばよかったよ。ふん、なんとでも言え。それに君たちは一度ここから出ているだろう。もう無関係だ。とっとと帰ればいい。なぜ消したはずの記憶が戻ったのかは知らないが、私のことを警察に話したところで、お前たちストリートチルデルの言うことなどまともに聞いてはくれないだろうが。クソ、お前のせいでまんまるピエロのイメージが悪くなりそうだよ。メルミのことでまだ気になることがあるのよ。どうしてメルミに？あれ？赤バラ？
帰ったんじゃなかったの？もしかしてトイボックスが恋しくなっちゃった？嬉しい。また一緒に遊べるのね。今度は大月も一緒に遊びましょう。やあやあめるみちゃん。さっき君の妹に会ったよ。もるみちゃんだっけ？君にそっくりだね。どうして妹がいるって教えてくれなかったのさ。え、もるみ？もるみは悪い子だから居場所がないの。だから。ねえ、めるみ。めるみはどうして友達の隠れている場所を知っていたの？え？だって、あなた言っていたでしょ？ドールハウスはめるみの記憶でできている。私の体験したことは、めるみが体験したことだって。めるみはかくれんぼを始めてすぐに強盗に襲われて気絶していたのでしょ？どうしてかくれんぼをしている記憶があるの？え？あれ？おかしいな。そっか、初めてすぐクローゼットを開けてそこでガツンだったんだもんね。そうよ、めるみ。気がついたらクローゼットの中にいて。頭からいっぱい血が流れて。あれ？痛い。何これ？ここはどこ？一体何があったの？暗くて何も見えないわ。あ、これ扉。ここ、ママの部屋。あ、そうよ。めるみかくれんぼしていたのよ。確か、この中を探していたの。その時に、後ろから誰かに頭を。あ、ママの部屋がめちゃくちゃになってる。もしかして強盗？みんなは大丈夫かな？探しに行かなきゃ。一応、持って行った方がいいよね。みんなの声がする。みんな無事だったのね。よか。めるみちゃんって本当にいい子だよね。私たちみたいなかわいそうな子供に恵んでくれてさ。美味しいわ。こんな美味しいもの初めて食べたわ。もっと持って帰りましょう。この宝石いくらで売れるかな。このお洋服も素敵。めるみちゃんが起きる前にとっとと詰めるだけ詰めて逃げましょうよ。いや待てよ。めるみちゃんも連れて行こうよ。あれは高く売れるぜ。パパ、パパ、早く出て。お願い、パパ。あれ？見つかっちゃった？うまくいったと思ったのにな。めるみちゃん。警察を呼び上がったんだ。だったらもう、こうするしかないよね。やめて、やめてよ。爪を剥いでもいいかな？目をえぐり取ってもいいかな？血はどうしようか？バケツに入れておけばいいんじゃない？めるみちゃんはきっといい売り物になるよ。めるみちゃんはいい子だね。痛い。やめて。やめてよ。泥棒して、めるみまで傷つけて、みんな悪い子ね。悪い子には居場所なんてないんだよ。悪い子には何をしてもいいなってママが言ってたもの。だから、みんなめるみのおもちゃにしてあげる。かくれんぼの続きをやろうよ。ほらほらみんな隠れて。外に逃げようとしたって無駄だよ。だって家の鍵を閉めちゃったもの。泥棒する悪い子。人を傷つける悪い子。悪い子には居場所なんてないんだよ。え、めるみがみんなを、めるみが。そうだよ、私がみんな殺した。だってみんな悪い子なんだもん。悪い子には何をしてもいいってママが言っていたもの。レイチェルもなんとかくんもなんとかくんも、なんだっけあいつら、なんだっていいや。全員泥棒でめるみを傷つけて、クソ虫で悪い子だからぶっ殺したった。そしてめるみも私が殺した。パパ、ありがとう。最高のおもちゃを二つも持ってきてくれたのね。何して遊ぼうかな。何が姉妹だよ。同一人物じゃねえか。そう。あなたがもるみね。こうして話すのは初めてだったかしら。
私と話すのは初めてね、赤バラ。メルミがあんたのこと気に入ってたから、取らないでいてあげたけど。もう、あんたも私のおもちゃでいいよね。何して遊んでやろうかな。そうだ。お前の目の前で、青月を。そのギザついた歯全部へし折られていいか。おっと、どう。まんまるピエロ、まんまるダディが投げたね。ああ、やっぱり、青月が近くにいる状態だと、割とこう直情的というか、冷静な判断はできないね。一旦逃げよう。でもそのまま倒せたのではってちょっと思ってしまうけど、よし、じゃあ一番最初のセーブを上書きしてっかね。待て、後ろの絵がモルミとメルミと、ま、クマとメカザワっぽいやつと、でぐるぐる回ってんな。ダディおらんぞ、ダディ。この本倒せれる？任せて。任せろ。キー！お前ら二人ともバラバラにしてやる。普通に走っててもきっと追いつかれる。物を倒すなりして時間を稼ぎながら逃げよう。いつも通りにね。了解よ。いつもそうなの。ああ。バサンと、バサンと。これは、ああ、でも、やってる時間が、鬼ごっこは終わりよ。悪い子ちゃんたち。さて何して遊ぼうかな。あやとりとか、どうすか。ここもしかして、時間無制限か。あっぽいな。なら道を塞いでしまえばいいのではなかろうか。ここをまたぐと。あ、来れないだろう。どうした。でもなんか、あんまり煽ってると押してきそうだな。車、巻きますか？巻きませんか？巻くしかねえか。巻いて、積み木をどんがらがっしゃん、ピーと。あいつら、なんて奴らだもん。いや、そっくりそのまま返すが。こうなったら外から強制的に。私がモルミ？メルミは、悪い子。メルミ？メルミ自体も闇落ちそうだな。メルミ悪い子。ドビー悪い子。靴下あげないと。あなたたち助けてください。おー。もし、君ももしかしてチートで勝とうとしてきたあのロボットくんかい？軽量化のしすぎにも程があるわ。一体どうしちゃったのよ。ああ、なるほど。肉抜きか。ミニ四駆みたいな。好きで減量したのではありません。私にもよくわからないのですが、トイボックスが突然このような姿に変貌してしまったのです。なるほど。アルファチャンネル追加されちゃったか。ここトイボックスなのか。これはまた、随分と模様替えしちゃって。これをあなた方に差し上げますので、なんとかしてください。あ、チートメモリーだ。懐かしいな。これがあればトイボックスを元に戻せるの？やったじゃねえか、ロボットくん。今日から君はゲームロボット Z だ。ああ、ダメです。このプログラムは最初からやり直しても、今の記憶を引き継げるってやつです。強くてニューゲームってやつですね。ですんで、そういうことには使えません。ええー、ともかく何があったのか、他のスタッフたちにも聞いてみましょうよ。そうだね。しばらくはモルミたちも来れないだろうし、あの程度で。名乗ってもいいのですよね。いや、まあ別に好きにすればいいんじゃないかなと思うけど、これ、こっちから見たらどうなるんだ？ああ、綺麗に抜けてますね。なるほど。で、とりあえずチートメモリっていうのをもらった。強くてニューゲーム、これは、重要っぽいんだけど何に使うのかさっぱりわからん。記憶を引き継いでまた最初からとかって今やる必要は特にないしな。メカザワ、徳永も、下から上に来たのか。ここは、R指定の本があったりな、これ大丈夫？あ、襲ってきてるわけじゃない。ぐるぐる回ってんのかな？こんな減量法は嫌だ。こんな減量法はもうコリコリだ。あ、クマ、お前、腹が裂かれちまって。こんな無残な。ピエロの野郎ども、いつの間にか消えやがったな。コラボだかなんだか知らねえけど、高く止まっちゃって。フンヌのクマさん。いや、フンドのラース。
うひー、白黒してる、漂白されたロボット。怖いようなの、お顔が真っ赤くなの、他には、埋まってる。壁の男になってるな。壁の中のクマ。ミミルが暴走を始めたの。クマさん。ここはミミルの世界。トイボックスだから彼女が壊れたことで世界も狂ってしまったの。もうリセットしてもらうしかないんだけど。その権限を持ってるミミルが暴走しちゃってるからどうしようもないの。ミミルがこの世界をリセットできるの？そうするとどうなるのかしら。すべてが初期の状態に戻るの。ミミル以外は。ここに連れてこられた子供たちの記憶と体も？そう、すべてなの。現実の体はどうなってるかだよな。それは本当かい？ミミルちゃんにリセットしてもらえば。この世界も元通りだし、殺された子供たちも生き返らせられる。しかも嫌な記憶も残さずに、だ。でもメルミはリセットしてくれるかしら。リセットを覚えた。リセットか。これは二人だな、ミミル。超高性能の AI でできたトイボックスの管理者。どう見てもメルミなんだけど。リセット。ミミル以外のすべてのデータが初期状態に戻るんだって。殺された子供たちも元の姿で。ああ、なるほど、です。まあ、今回二人が来る前から起きてる事件なんだろうな。どのぐらいの人数になるんだろう。さて、聞けましたけど、このケーキハウスはあんまり被害受けてないな。聖水を作ったの、たくさん作ったから君たちにもお裾分けしてあげる。これを振りまいて一緒にトイボックスを、いや無茶じゃねえか？聖水？石鹸を溶かした水、それはあの鳥。順番がサークル。サークル余計に使えるぐらいなのでは。まあありがとう、石鹸の香りって好きよ。多分これを振りまいたところで元には戻らないと思うけど、吸って現実逃避くらいはできるかな。あ、石鹸水決めるかい？聖水を手に入れた。お前たちなんてことをしてくれたんだ。まんまるキャンディ、ミミルちゃんは一緒じゃないみたいだけど。ミミルちゃんは、ダディだけ来たんかい？ドボ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 。ああ、成し遂げたんですか？何を成し遂げたんだい、君は。ここ入れそうで入れないな、最初から思ったけど。出口でもないしな。さて、どうしたもんか。ダディはどこにいる？あ、いたわ。あんた、これでもメルミちゃんの肩を持つつもりか？当たり前だ。あの子のためなら何だってする。結局これが絵描きでいいのか？お前ら人形どもが主人であるメルミに逆らっていいはずがないんだ。だったらなんで僕を助けた？本当はあんたもできることなら子供たちを殺させたくないと思っている。だから子供の絵をモデルにして、メルミの友達になれそうな子供を選んでいた。どうでもいい子供でいいんだったら、わざわざ品定めするなんてする必要がないんだ。品定めしててあのチョイスだったの？どこでもクソ出そうとしたり、無視したり、なんかその他諸々の奴らがいっぱいいたけれども。節穴にも程がないか、あんた。ま、こんな世界だからしゃあねえか？違うか？なんでそこまでメルミちゃんにこだわるのさ？ねえ、教えて。どうして人工知能であるはずのメルミに、トイボックスができる前の記憶があるの？あの子は、メルミは、私の死んだ娘だ。あの日、メルミが隠れんぼをしたあの日に、あの子の部屋で血を流して倒れているメルミを見た。私は彼女が完全に息絶える前に、記憶をデータとして保存し、人工知能のミミルに植え付けた。そうすれば、あの子はこのトイボックスの中で永遠に自由に生きられると思ったのだ。なんだって？私は父親でありながら、メルミのことを何も知らなかった。私はあの日、家に強盗が入り、メルミや他の子供たちの命を奪ったのだと思い込んでいた。だが実際はどうだ？強盗は子供たちで、メルミが子供たちを殺しただと。そんなことがあったというのに、私は何も知らなかった。こんな残酷なことがあるか？さらに私は、妻がメルミを虐待してたということでさえ知らなかった。
こんな恐ろしいことがあるか。ここでモルミに全て聞いたよ。彼女はメルミを完璧ないい子にするために、彼女自身から作られた悪い子であるもう一人のメルミだ。私はメルミがそんなことになるまで追い詰められていた事実を知らなかった。こんな愚かなことがあるか。だから今度こそはあの子の好きなように自由に生きて欲しかったのだ。メルミは友達を欲しがり、モルミはおもちゃを欲しかった。あの子のためなら何だってするさ。それがたとえ悪の修行であろうと。いくら亡くなった娘さんのためとはいえ、関係のない子供たちを犠牲にしていい理由にはならないよ。君は私と同じ技術を持っていたとして、もしそこの少女が死んだ時、同じことをしないと言い切れるのか。言い切れるね。そうなったらとても辛くて辛くて、僕は一生悲しみ続けると思う。でもね、いくら人工知能に記憶を植え付けても、それはもうこの子じゃないよ。この子の記憶を持っているミミルちゃんだよ。代わりを作って本当のこの子を忘れるだなんて、そんなのできるわけないだろう。それに人を殺して遊ばせるだなんて、そんなこと絶対にさせない。青月はね、最初の方も大概だなと思ったけど、やっぱこう尺投げくんと同じく一本筋が通ってる男なんだよね。メルミは一緒じゃないの？メルミはどこにいるのかしら。もう行くわね。絶対にミミルに自覚させるものか。塩太陽とは言ってたけど、メルミのことをやっぱ気にかけてはいるんだよな。赤バラの方もやっぱりこの子も、まあいい子なのかな。世界をリセットしてもらえるかな。今の状態じゃ無理よ。自分をメルミだと思い込んでいるし、そのメルミが暴走しているのだもの。ああ、一応やっぱ人工知能ミミルが、まあ、本体というか本質でいいのか。メルミの暴走を止められればいいのだけど、それは無理そうね。せめて話だけでもできないかしら。自分はメルミじゃなくてミミルだということを自覚させればいいんじゃないかな。彼女に本当のメルミちゃんを見せるとか。失礼、またちょっとカットしておりました。本当のメルミ、彼女は強盗の子供たちを殺して、その後どうなったのかしら。本当のメルミちゃんは亡くなっているんだよね。さっきモルミが私がメルミを殺したって言っていたけど。ドールハウス、あそこはメルミの記憶でできているって言っていた。さっき、まんまるダディはメルミは自室で倒れていたって言っていたわ。ドールハウスに本当のメルミがいるのかしら。ミミルちゃんにメルミちゃんの真実を知ってもらおう。そうすれば自分はメルミじゃない、ミミルだってことを思い出すかもしれない。そうね、それしかないわね。まんまるダディを覚えた。メルミとモルミを覚えた。本当のメルミを覚えた。ミミルを覚えた。いや、まあ、いっぱい出てきたな。ドールハウスがどこにあるのかわかる？ごめんなさい。入る前に目をつぶるように言われていたから、わからないのよ。出る時もそうよ。そっか、それは仕方がないね。目をつぶった時、どれくらい歩いたかわかる？割とすぐだった気がするわ。あなたが穴に落とされた場所のすぐ近くだと思う。それだけわかれば十分だよ。君は偉いし可愛い。あとで何したって褒めるじゃん。さて、まんまるダディは、ああ、いなくなったな。で、メルミ、モルミ、どこに行ったんだろうか。メルミとモルミ、完全ないい子にするために生まれたのがモルミなんですって。完全ないい子なんているのかしら。ああ、メルミの悪い部分だけ抜き出して、今は、まあ、純粋、悪としてのモルミと、悪が抜けた完璧な良い子のメルミになったっていうこと。なんかね、モルミがメルミを殺したっていうのは、比喩的なもんなのかな。それとも、強盗の子供たちを殺した後、モルミが乗っ取って、主導を握って、とかなんかな。
めるみの実の父親で誘拐犯。死んだ娘のためって言うけど、それはきっと、罪悪感とかから来る、まあ、食材かな。本当のめるみ。彼女の部屋で血を流して倒れていた。ミミルちゃん。本当のミミルちゃんはどんな子なんだろう。で、穴の近くって、いや、これ、いや、逆に怪しすぎてここがドールハウスではないような。僕が落とされたのがこの辺りで、うん、ていうかこれだろうね。それっぽい建物もそんなにないし、何よりすごく目立つし。でもこれ4桁のパスワードがないと開かないみたいね。まずはここのパスワードを探そう。で、ここのドアを開けることができたら、ミミリちゃんを連れてくる。かなり危険だろうけど。ええ、やるしかないわ、め。それにしてもメルミはどこに行ったのかしら。あ、あれ。メルミ、いや、モルミなの。メルミのトイボックス、壊れちゃった。そうだよ、全部お前のせい。メルミはいい子じゃないから、居場所なんてないの。サークルも来ちまったか。だからもう、全部壊しちゃえ。見つけた。遊びましょう、赤バラ、青月。壊れるまで永遠に、トイボックスで遊ぼうよ。あははは。くそ、来るのが早い。まだパスワードも見つかっていないっていうのに。私、メルミと話したいことがあるの。あの子は人工知能のミミルだけど、今はメルミなのよ。私がメルミの相手をしているわ。だから。任せてもいいの？ええ。わかった。僕はここのパスワードを探す。わかったらすぐに君を迎えに行くから。それから、あの鳥の弱点は、清潔な匂いだ。この情報が役に立つかわからないけど、この石鹸水を持って行って、清水ではないね。絶対に無理だけはしないで。無理だと思ったらすぐに逃げて。約束するわ。私たちいつもそうやって生きてきたんだもの。絶対に大丈夫よ。さあ遊びましょうか、メルミ。こっちよ、いらっしゃい。あの子が作ってくれたチャンスだ。絶対に無駄にするものか。パスワードはなんだ？よく見たらここに何か書かれているな。パスワードはあなたの生まれた日。よく見たらこれ、誕生日ケーキなんだね。この誕生日を祝われている子は、9歳。メルミちゃんのことか。僕たちと同い年だったんだ。君たち9歳だったんだ。ここのスタッフなら知ってるかもしれない。メルミちゃんの誕生日を聞こう。いや、なんか、すっげー熱い展開になってきて、私、今めちゃくちゃ楽しいんだよ。急に現れたの？わからないけど、あのパスワードを入れる端末には、確か最初の番号に0を入れられないはずなの。めちゃくちゃ重要な情報じゃん。ありがとう。0を入れられない。で、かつ誕生日4桁っていうと、10月、11月、12月のどれかっていうことかな？なんか、卵、頭っぽいのが来た。キャー、なんなのこの子たち。あ、最後爆殺決めた？なんだこいつら、ナイフなんて握っちゃって。上等じゃん。こっちとら、あんたらが怖いとこ行った、外の世界で生きてきたんだぜ。今更そんなんでビビるかよ。おっと、これセーブか。まあ、青月、この少年がビビることが唯一あるとしたら、赤バラがどっかいなくなっちゃうこととか、なんだろうな。徘徊してる黒い子供に当たると、あ、これ、レイジか。精神値が減ります。スタッフとの話が終わると、黒い子供が突然襲ってくる場合があるので、黄色く点滅するタイルを踏んで、返り討ちにしてやりましょう。ちょっとパッとわかんねえな。パスワードはスタッフとの会話を最低でも5回以上行わないと入力することができません。なるほど。ちびっちゃったの?最初の番号に0は入れられないはずなの。ちびりながらも情報を教えてくれてたなんて、スタッフの要だな。要、鏡？セーブはまあできないよね。とりあえず徘徊する、あ、ロボット？
あ、やっぱこいつも抜けてんのか。メルミの、誕生日じゃないのか。マルビは8月28。嘘ついてるやつもいるってこと？あれ？ゼロいらんない？いや、80？ いや違う、80月じゃねえよな。あ、ちょっとよくわからなかった。あー、黄色いたりってそういうこと。なるほど。なんとなく感覚はつかめた。今度は出てこない。これもスタッフでいいんだよね。なんかな、日の光に弱そうだな。記憶がなくなりかけているけど、4は確実に入っていたの。14月は存在しない。40何日も存在しないから、1なんとかなんとか4。これだけでも最悪ご了承できるか。黄色いパネルはって襲いかかってこないな。メルミの誕生日は6月だったと思うんですけど、ちょっと記憶がなくなりかけているので、確かではありません。そっか、それ言われるとちょっと困るな。4は確実っていうのは、これ本当の情報なの？こいつも記憶曖昧なのか？いや、これは信じるか。この子リセットのことも教えてくれた子だもんね。私は壁の中のクマさんも信じる。うん。お前を引き裂くのを最後にしてやる。直立不動のクマさん。誕生日は2月の26だったかな。忘れちゃったなの。全然情報が。ああ、今ここに黄色いタイルあったんだけど、とっさに反応できなかった。まだ余裕あるか。ちょっとキャンディー、チェルシーとかだっけ？話しかけに行きたいけど、みんなメルミに関する記憶がなくなりかけているの。だけど日にちの10の位の数字だけはみんな覚えているの。謎 ?10 の位？ 10 の位の数字だけは、曖昧だけど、あ、情報わからん。とりあえず話しかけてみよう。あ、見つかっちゃった。僕はメルミの誕生日とか知らないけど、一度だけ星2個分回復してあげるの。回復、あ、してもらいましょうか。一発食らってるんだよね。あ、5がマックスか。今ちょっとじゃあ星1を無駄にしちゃったか。あ、違う。1回につき1なのか。じゃあもう一回回復してくれるのか。1回だけなの。あ、そうか、そういうことか。じゃあ私ちょっと今無駄回復してしまったな。ごめんなさい。ちょっとここの情報また忘れてしまったな。10の位だけ覚えてるっつったっけか。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。まあ、とりあえずまだ話しかけてないスタッフ。目の単位は、わわわわ、ガツ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 2日だよ。なんもや、セーフ。あ、そこいけねえか。あ、いけるいける。モルミの誕生日は8月28日なの。8月28日。あ、危ね。セーフだった今。打撃もしたけど。10の位ってその2でいいのかな。ちょっと他のやつももう一回聞き直してみるか。20何日って言ってたような気もするな。あ、2だ。2は合ってる。で、4は確実に入ってるから、1、なんとか、2、4。10月24か、11月24か、12月24か。まあ、感覚的にクリスマス24はイブだっけ、クリスマスだっけ。どっちか。全然覚えらんねえな、私。馴染みないからな。確か月か日にちか忘れちゃったけど、どっちかが同じ数字が11月24日、決定ですね。クソがよ。私も口悪くなっちゃったな。セーブはできないか。だいぶ情報が集まったな。そろそろパスワード入力しよう。パスワード入れます。11月の24日。ゲームオーバー見てみたい気もするけど、まあいっか。セーブしてねえし。ペケポ、ナンバーを確認しました。ロックを解除します。よし。クソガキども攻撃をいなすのにナイフがポロッポロになってしまって、もう使えないけど、さすがはあの子が認めた僕だな。なんとかやってやったぜ。武器を持ってるとやっぱそれなりに戦えるのか。このナイフって、1回目の脱出する前に拾ったナイフを継続して使ってんだよね、多分。1回抜けてもあれか、アイテム引き継ぎできるのか。さーて、とっととあの子とミミリちゃんを迎えに行かないと。全然話せる雰囲気じゃないわ。単価切ったのに。あの子の言う通り、聖水をかぶったら、メルミと融合している鳥が嫌がってるのか、接近しては来ないけど。遊ぼう、赤バラ。遊ぼう。あははは。すっげえよく避けんな。飛んでるのが厄介ね。聖水をぶつけたら、あの鳥消えてくれないかしら。攻撃を避けつつ、チャンスを持ちましょう。
セーブはさすがにさせてくれるか。黄色いタイルをすべて踏むと、赤バラが聖水を投げつけます。赤いタイルは1秒後に炎上するので避けましょう。はい。見てみないとなんとも。なるほど。黄色いタイルはここでいいんだよね。なんとなく分かってきた。今よ。今です。いけよ。モルミはメルミを完璧な良い子にするために悪い子を引き受けたのでしょ？どうしてそんな風になっちゃったんだろう。だってモルミは悪い子だもん。悪い子は何やってもいいし、悪い子には何をしてもいいんだもん。ママが言ったもん。ママは悪い子だから、チェルシーとか、マークだっけ？名前忘れたけど、あいつらも悪い子だから。人工知能って確か、学習するのよね。もしかしてメルミの記憶から、彼女の身の回りにあった悪意まで学習してしまったのかしら。記憶をすべてって話したいんだけど、話してる余裕がないね。一秒後に炎上します。Enjoy。あとはその下。回り道。左にもあるね。黄色のタイルと被って赤が来ることもあるのか。みゃー！ママも、マークなんとかとかも、メルミをいじめた悪い子だ。だから何をしてもいいんだよ。私も、あの子がひどいことをされたら、怒りでめちゃくちゃになっちゃうわ。あなた、少し私に似ているのね。あれ、BGM なくなった気がする。気のせいか。でも限度ってものがあるのよ。あの子はパスワードを見つけられたかしら。あの子が来るまで時間稼ぎしなきゃ。マップ上の黄色いタイルをすべて踏んでください。メルミに当たると精神力が減ります。融合が溶けたってことか、かな？タイルを踏みました。お待たせ。ドールハウスのパスワード解除してきたよ。でかした。青月、お前は殴り殺す。おっと。メルミの力が弱まってきてるわ。じゃあこのままおびき寄せながらドールハウスへ連れて行こう。話はできた？ええ、メルミとモルミのことが少しだけ分かったわ。やっぱり真実を知ってもらわなきゃダメよ。モルミはメルミの身の回りにあった悪意まで学習してしまってる。こんなの悲しすぎるじゃない。いい子になろうとし続けるメルミも、悪い子を押し付けられたモルミも、自分をメルミだとも思い込み暴走するミミルも。そうだね。彼女のパパには辛いだろうけど、でも本当のメルミちゃんを見てあげなきゃダメだよ。じゃないと本当のメルミちゃんだって。追いかけっこ楽しいね。赤バラ、青月。来た、行こう。メルミちゃんのお部屋はどこだい？ここ倉庫では？この部屋を出て右に行くと階段があるから、そこから2階へ行って上がったらすぐ、肩の後ろの2本のごぼうの真ん中にあるすね毛の下の露骨状の右？その室内にはしごがかけてあって、その上がメルミのお部屋よ。でもまあ頭には入ってんだよね。わかったよ。あ、オッケー。セーブは、記録できるね。しとこうか。積みセーブじゃなきゃいいけど。あ、普通の壁になってら。ここは、あれ。バリアスか？私がメルミを食い止められるんすか？先にメルミの部屋に行って、本当の彼女がいるか確認してきて。そっちじゃないわ。ね、怒られてしまいました。なんか、ちょっとあれなんだよね。親っぽいんだよね。ここも、押さえてね。目ってどっちに行ってんだろう。まあ、上に行くか、普通に。お前らが登った後にそのはしごを壊して降りられなくしてやる。そんなことさせるもんですか。ギー。メルミを押さえておくから彼女の部屋へ行って。わかった。いない。自分が死んだ時の記憶までは残っていなかったということか。ここまで来たのに何か手がかりはないのか。あ、すいません、セーブはできるんで、一旦セーブして落ち着こう。手がかり、ねえ。この人形、モルミちゃんか？いや、服装と髪型が同じってだけで、顔が全然似てないな。こっちはなんていうか、
媚びを売ってる感じの顔をしてる。歯に絹着せないね。これ、めるみちゃんのノートか？11月24日、今日は、事故では、ないと思う。とても嬉しいことがあったの。お仕事でなかなか帰ってこれないパパが、今日は早く帰ってきてくれたのよ。それからね、メルミに素敵なドールハウスをくれたの。それがなんとメルミのお家にそっくりなのよ。だけど、お家の色や壁の模様が、とっても色とりどりで素敵になっているの。ありがとうパパ、メルミの大切なお家、宝物にするわ。ドールハウス、これは、この下に置いてあるドールハウス、家のおもちゃだよね。こっちのもじゃもじゃしたのがママで、パパはあの絵描きだね。あ、やっぱり絵描きで決定なんだ。これ、ドールハウスか。ん？なんだこれ。真実の鍵を手に入れた。どうしてこの中に鍵が？あ、このドールハウス、よく見たらこの家と同じ作りになってるんだな。そういえばどうしてここはメルミの家とかじゃなくてドールハウスという名前なんだ？違う。ここはメルミちゃんの部屋じゃないんだ。ドールハウスの中の彼女の部屋に似せたものに過ぎないんだ。その中で彼女は彼女の記憶を再現していたんだ。だったら本当のメルミちゃんの部屋は？1階に戻ろう。ドールハウス。ミミルという人形にメルミとモルミという役を演じさせていたということなのか？もじゃもじゃしたやつ、ゴミ箱はなし、タンスもなし、本棚もなし。このぬいぐるみは何なのか、そこにもなぜ血がついてるのか。それはね、ケチャップだからだよ。セーブできっか？ああ、できるね。一回して戻っか。ここにはメルミちゃんはいなかった。本当の彼女の部屋はここじゃない。ここは彼女の家に似せたドールハウスでしかないんだよ。一階だ。一階に彼女の部屋があるんだ。よくわからないけど、あなたの言うことに従うわね。まあ、言った。まあしか言わなくなったけど、力が戻ってきてるわ。完全に力が戻る前に終わらせましょう。ここがドールハウスってことは、メルミちゃんの部屋は、真実の鍵でメルミの部屋のドアを開けましょう。失敗は許されません。失敗は許されないんだ。リビング、ここは風呂か。で、トイレと書庫、あと倉庫と、ここも選択肢か。でも、ここをどう見たって玄関だよね。違う、ここじゃない。ここ、倉庫に子供を、可能性は、ある。でも玄関じゃないか？ここだけドールハウスで入ってないもんな。ここしかないよね。させるものか。正解、かな？クソ、そのでかい鼻をどけろ。あんたが邪魔してくるってことは、間違いなくこのドアの向こうが、本当のメルミちゃんの部屋なんだな。絶対にさせるものか。メルミはここで自由に楽しく生きるんだ。ここでなら、あの子は誰からも傷つけられない。あの子だけの自由の世界だ。メルミちゃんは。やめろ。絶対に鍵を開けさせない。見たくない見たくない。メルミはいい子なんだもん。ギー、嫌だ嫌だ。モルミが悪い子にならなきゃ、メルミはいい子になれないんだもん。どうしてそんなにいい子にこだわるのよ。だって、いい子にならなきゃ、メルミの居場所がなくなっちゃうんだもん。そう。あなた居場所が欲しかったのね。居場所？ああ、そうだった。さっきから自分でも言っているじゃない。メルミが本当に欲しかったのは、居場所だったの。あれ？この感覚どこかで。
メルミは悪い子。メルミ、一体何があったんだい。メルミ、メルミ、パパ、メルミの居場所はどこ。そっか、そうだったんだ。今さら遅いよパパ。もういいよモルミ、悪い子を押し付けちゃってごめんね。言ってあげなよ。メルミ、すまなかった。本当にすまない。パパ。パパ、メルミのために、メルミの居場所を作ってくれて、ありがとう。メルミは居場所を見つけられなかったけど、本当はこんな近くにあったのね。でもね、思い出したの。私は本当はメルミじゃないの。本当のメルミをちゃんと見てあげなきゃダメだよ。私はメルミじゃないの。本当のメルミに伝えたいのに。こればかりは超高性能 AI の私でもできないんだもん。本当のメルミはあなたなのね。私、あなたの苦しみ、悲しみ、あなたの罪、すべて知ったわ。私は覚えているから、絶対にあなたのことを忘れないから。それがあなたにとって居場所になるのかわからないけど。さっきまでメルミだった私なら、そうしてくれるととても嬉しいわ。ねえ、赤バラ。最後にメルミとして言わせてね。メルミのこと抱きしめてくれてありがとう。青月は普通だけど、赤バラはやっぱり素敵な女の子よ。当たり前だろ？僕の大切な女の子なんだからさ。ふふ、ありがとう。もう、行くね。私の本当の名前は、ミミル。なになに？ここはどこ？ここは仮想現実世界トイボックス。自由に遊んでいいゲームの世界だよ。まだ試作版なんだけどね。私はここの超高性能 AI でできた管理者、ミミルだよ。よろしくね。どうして私たち、ここにいるの？でも結局ガキどもなんだな。それは、あなたたち、絵描きのおじさんの絵のモデルになってくれたでしょ？そのお礼におじいさんが招待したんですって。いっぱい遊んでいいよ。でも5時になったら閉園だからゲートを通って帰ってね。後のことはおじさんに聞いてね。やった、記念にここにクソなどを。ちょっと、おトイレここじゃないわ。そこの本屋さんにあるから行ってきて。あら嫌だ、私ったらいつも外で催してたもんだからつい癖が出ちゃったわ。ごめんなさいね。おほほほほほ。それじゃあ僕たちはそろそろ帰ろうか。ええ、そうね。もう十分に楽しんだわ。あ、青月、赤バラ。どうかしたのかい？ありがとう。何のことかしら？あ、そっか。リセットしたから、もう記憶か。トイボックスに来てくれて、ありがとうね。来たっていうか、連れてこられたんだけどね。こっちこそ。こんな愉快な場所に連れてきてくれてありがとう。まだ試作版なんですって？素敵な遊び場になるといいわね。うん。ああ、でもあの子供の体が好きなキモいクマの亡霊は何とかした方がいいと思うよ。あのケーキか。あとエロのやつとかも堂々と置かない方がいいと思うわ。もう少し隠すことをおすすめするわね。後で処理しておく。あ、そっか、作成者あんただもんね。あ、てかまん丸が戻ってるわ。ダディに途中でまん丸の表記なくなったもんな。よく見るとあれか、
まん丸ピエロは帽子の色で判別ができんのかもな。記憶があるのか？さあね。どうかしら。おー、いい顔してんね。あ、出口の場所はわかる？うん、ちゃんと覚えてるよ。ええ、ちゃんと覚えているわ。そっか。うん。じゃあね、バイバイ。赤バラ、青月。それじゃあね、ミミル。ごきげんよう。それじゃあね、ミミルちゃん。一度外に出たあの子たちの記憶を戻したのは君だったのか？うん。トイボックスの CM 映像を見せてね。あの子たちなら本当のメルミとミミルを見つけてくれるって思ったの。私はメルミとモルミの間の奥底で自分が何者なのか分からなくなっていたわ。そんな時、本当の私を見つけてってメルミの声が聞こえた気がしたの。だから。そうか。もう私のパパじゃないから、工場長と呼ぶわね。工場長はどうしてトイボックスを作ったの？子供たちが自由に遊べる場所を作りたかったんだ。今の外の世界にはそんな場所がない。しかし、開発は中止となってしまった。政府に不要だと判断されたからだ。そんな時にメルミが死んだ。私は、メルミの姿を模した人工知能の君のことを思い出したのだ。それで私にメルミの記憶を入れて、メルミだけのトイボックスを作り上げようとしていたのね。そうだ。だったら、また子供たちのためのトイボックスを作ってよ。無理だ。帳消しになったとはいえ、私がたくさんの子供たちを犠牲にしてしまった事実は変えられない。それに、結局メルミに何もしてやれなかった。あれは私のエゴだ。メルミのためと言いながら、本当は私の悲しみを癒したかっただけに過ぎない。私だってそうよ。この罪は一生消えないわ。でも、私とあなたには、居場所を作るという能力があるの。私はこのトイボックスを、傷ついた子たちの居場所が見つかるまで、いてもいい場所にしたいの。もちろん、もうすでに居場所のある子が遊びに来てもいいのよ。でもルールはちゃんと作らないとね。自由って言っても悪いことは絶対にダメよ。メルミと同じように傷ついて居場所を探している子はきっとまだまだたくさんいると思うの。このトイボックスはまだまだ不完全よ。それができるのにやらないなんてそれこそ罪だわ。超高性能 AI の私とおバカなスタッフがいるのよ。きっと大丈夫よ。それにみんなが楽しく遊べる場所、私がメルミだったらそう望むわ。みんなってもちろん私もメルミも、そしてあなたも含めてね。そうだな。あのオルゴールの曲名ね、ノバラって言うんですって。メルミの記憶から知ったのよ。へえ、君にぴったりじゃない。野に咲き誇るバラって、いや、荒れ地に咲き誇るバラかな？どうして私たちの記憶はリセットされなかったのかしら？ああ、チートプログラムだっけ？ロボットにもらったやつ、あれのおかげみたい。それでさっき手を繋いだ時に、ね。まあ、そうだったの。そういう抜け目ないところ好きよ。へへへ、もっと褒めたまえ。そういえば名前どうしようか。もうあそこの子じゃないものね。でもメルミがせっかくつけてくれた名前よ。芸名とかで使うっていうのはどう？いいね、芸名。荒れ地に咲き誇る一輪の赤きバラと暗闇を照らす青き月。いっそのこと芸人でもやる？そんでもっとお金稼いでさ、もっと治安のいい場所に引っ越して。ん？どうしたの？うん。メルミのことで、ちょっとね。あの子は、僕たちに少し似ていたね。ええ。彼女は居場所を見つけられなかった、私だったの。うん。きっと、
とても辛かったのだと思うわ。とても痛くて、苦しくて、寂しくて、悲しかった。彼女のパパと、それからミミル。メルミは死んでしまっているけれど、彼らが居場所になってくれて、彼らの居場所になってくれる。よかったのかしら。こればかりは本人じゃないとわからないわね。うん。私も、あの時ゴミ捨て場であなたを見つけられなかったら、あなたに見つけてもらえなかったら、あのね、もしも、もしもよ、私があなたがこの先、あのさ、あの時僕を見つけてくれて、僕に居場所をくれてありがとう。こっちこそよ、私のことを見つけてくれて、居場所をくれてありがとう。ずっと一緒にいてくれる？もちろんだよ。いい時も悪い時も、やめる時も、健やかなる時も、死が二人を分かつまで。いや違うな。もしこれから先の未来で、どちらかが先に死んでしまうようなことがあったとしてさ。その時は生きた方が、死んでしまった方の分まで、ちゃんと生きるんだ。そして、絶対に忘れないこと。死だって、僕たち二人を分かつことはできないよ。この先何があっても、ずっと一緒にいることを誓うよ。ええ、そうね。誓うわ。ふん。その言葉、どこで覚えたの？え？たまたま通りかかった教会で、神父さんが言っていたのを聞いたんだけど？なんかいい言葉だなって思って。そう。ふん。さて、お家に帰ったらご飯にしましょう。うんうん。どっちが先に芋の皮むきを早く終えられるか、競争だよ。ええ、望むところよ。